あ、奈々さん、逆流性食道、ああ、胃が悪いんだね。はい。奈々さん、あれかな、自国土星かな、豪華自国土星でしょう。土星の人、胃が悪くなるね。それで、喘息があるっていうことは、足が冷えて、火星が実してるんじゃないかな。はいはい。だから、奈々さんの場合は、足を温めれば治っちゃいますよ。はい。信じられないでしょ。足を温めると、火星の実が収まる。ね。喘息、あ、ご、あ、やっぱな、ほら。豪土星、土星でしょ。奈々さん胃が悪いよね。だから、土星の方はみんな胃が悪くて、足が冷えてます。で、火星が、親星が実してるから、呼吸が苦しい。ほら、金星がやられてる。9月8日、で、生年月日、その日にちじゃないの、生年月日が大事なの。日にちより何年の何月何日生まれ。9月8日はいいんだけど、昭和何年ですか。まだもう豪土星だからいいですよ、それで分かったから。豪土星でしょ。そうすると、56歳、1968年でしょ。違いますか？から47歳だと1977年。ね。それか、38歳、1986年。このどれかでしょ。65歳だと1959年。昭和34年。はい、わかりました。昭和30、ああ、65歳、1959年。豪土星、ここだ。ああ、これね、こんなもん簡単だよ、これ。豪土星、ここです。親星、ここ。赤、小星が、金星、白。あなたは、土星じゃなく水星が冷えてます。ここが足が冷えてますね。はいはい。それで火星が実してる。ここがね、ほてってでしょ、顔が。で、呼吸器疾患があります。呼吸がちょっと苦しいとか、喘息かアトピーかなんか持ってないかな。でも、お年寄りだとアトピーが消えちゃったと思うけど。便秘もしてるね。腸粘、脂肪か、脂肪、ここね。ああ、これがね、僧侶でこう行くでしょ？ここから。そうだね。これね、すぐ治るかい？ここの金星をね、これがいいですか？ここにこう寄ってくる。これ見ててください。こうやってこする。上下にこすると、あなたの左足があったかくなる。なりませんかな？左足がすごくあったかくなってきますよ。ほーら、どうですか？あったかいでしょう。下痢になるよ。ここが実してるから。アレルギー、そうなるでしょうね。ここのとこは拒するから。だから、呼吸器疾患があるでしょう。はい、これをこうやる。下痢ね。はいはい、大丈夫ですよ。なもん治っちゃいます。今、一回。奈々さん、あったかいでしょ、ほら、足が。どっちの足があったかい？ちょっと言ってください。これが、アナウンサーが正常な方向性に行ってるか見てあげます。こ
これこうやったらどっちがあったか言ってください。いいよ。どっちの足があったかい。はい、ナさんどうですか。はいはい、わからない。あったかいのはどっちの足、右足左足どっちですか。おー、当たり。左足、あなたの体は正常だ。まだいいかな。これ今すぐ治っちゃう。いいですか、奈々さん。どんどん左足があったかくなるでしょう。ほら奈々さんよく見て。はい、右足も温めましょうか。右も温めましょうね。こっち移動する。はい、今度奈々さんどっちの足があったかい。はい、書いてください。はいはい、これどっち。はいはい、奈々さんほら、どっちの足があったかい。今度は右足でしょ。違いますか。はいはい、あー、当たりですね。はい、じゃあ両足右に回す。はい、そうするといいか、顔のほてりがほら、顔こうやってこするとほら、顔のほてりがどうなりました。奈々さん顔がほてんなくなってきた。ほら、はいはい、どうでしょうかな。脂肪肝、それもな、下痢ね、アレルギー、アレルギーがほら、体のアレルギーが治ってきた。ほら呼吸が楽になってきた。奈々さんほら、脂肪肝も治るよ、簡単に。はい、落ち着きました。あら、まあ素晴らしい。ほーら、呼吸楽じゃない。吸ってください。よく吸える。体全体が楽になってきた。ほら、ストレスがなくなってきた。ほら、素晴らしい。いいかな、脂肪肝。そうすると目悪いでしょ、あなた目が。いいかな、どうかな。ほら、目が悪くない。ここ捨てると目も良くなるよ。ほら、あ、どう、今どうですか。ほら、これだけやるだけで奈々さんの楽でしょう。いいか、これでね、こうやると面白い結果出るか。はい、奈々さん、これがここに来る。はい、肝臓が楽、老眼乱視。いいか、こういうふうにする。奈々さんいいか、こっからこの黒がよく見てる。よいしょ、この緑んとこ行ってこすり出した。ほら、どうなってきた。ほら、乱視が治ってきた。ほら、よく目が見えるでしょ。ほら、あなさんほら、よく見て、老眼だけど乱視がほら、乱視がなくなってきた。ほら、どうかな、奈々さん。これよく見る。ここから、いいか？ここから、ここに来る。ほら。これだけ、横にこする。目がどうなってよく見えない？奈々さん、ほら。こする、ほら。目が楽でしょ、ほら。ここから、いいかな？ここからここに行く。ほら、よいしょよいしょ、肝臓の値が良くなってくる。ほら、どうなった。はいはいはい、メガネかけてます。かけててもほら、メガネ外してみな。ら外しても見えるよ。ほら、どうかな。ほら、はいはい、奈々さん、ほら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 、これだけ、こっからいいかな、ここに行く。ほら、あったかい、体があったかい。ほら、目が楽、目が楽になると火星も楽になる。
あ、ここも楽になる。どうですか？また擦るここ。はい、どんどん体が楽になってきた、ほら。呼吸が楽。はいはい、ナナさん、どうかな？ほーら、東京来なくても治っちゃう。ほらほら、いいぞ、ほら。どんどん良くなる、良くなる、ほら。ストレスなくなる。体が楽になる、ほら。呼吸が楽。アレルギーが治る。まだぼや、そりゃしょうがねえよ、そりゃ。それはまだしょうがねえけど、じゃあこれでやってみようかいか。白が上がるとこれで楽だぞいか。ナナさん、この白がよいしょ上がった。カツ入れた。グリグリカツを入れた。ほら、ぼやけが、どうなった。こっから行かないで、こっから行こう。こっから総国でグイッと行った。どうなった、ほら。総国で白が元気づいてグイッと目をこすってぼやけない。どう？ナナさん、ほら。どうなった、ほら。こっからこう行くのと、こっからこう行くの、どっちがいい？はい、一生懸命こすってる、ほら。行くぞ、ほら。はい。どうだい？楽でしょう。少し見やすくなった。いいぞ。こうやってやる。ね、ナナさんは、この苦労をここに持ってくるともっといい。ほら。これよく見てる。ほら。目がどんどん良くなる。はいはい。ほーら、いいかな？どこ行った？あれ、どこ行っちゃった？あ、これだ。いいか、ナナさん。こっからこれが上がる。いいか？こっからこれ上がっても嫌じゃないでしょ、今、ほら。すがすがしい気持ちでしょ、ほら。新たなエネルギーが入ってくる。はい。どんどんエネルギーが、木から入ってくる。ほら。どう、今、楽でしょう、ほら、ナナさん。こっから、新たな、新しいエネルギーが入ってくる。これ嫌じゃないでしょ？どうかな？はい。こっから、ここに入ってくる。嫌？嫌じゃないよね。はい。どんどんエネルギーが入る、入る、ほら。入ったぞ、ほら。入ったら、ここからぐりぐり回る。いいか、よく見てろ、ほら。金星に行って、水星に行った。はい、木星に戻ってきた。はい、火星に行った。はい、ぐるぐる回ってる、ほら。この木のエネルギーが、どんどん回る。はいはい、どうなった？はいはい。どうですか、ナナさん、今。調子どう？はい、これ擦る。はいはい。どうかな？楽でしょう。よし、いいぞ。そしたら木入れる。いいか？この手を見る。はい。ぐーっと左の肩からエネルギーが入る。ぐーっと奈々さんの体に入っていくエネルギーが。はい。左と右、どっちの足から抜けるかな？はい。奈々さん、どっち？はい。左の肩から波動が入る。右足、左足、どっちに降りてったかな？はい。ほら、ナナさん、考えてみな。よ。どっちかに降りるぞ。どっちだ？言ってみな。はい。どうですか？ほら。いいよ。よーし、合ってる、ナナさんの体、正常になってる。
右足に降りていい。はいぞいぞ。左の肩から入った場合は、右に降りるが正常。はいぞ、どんどん下ろして、かかとから抜く、すい。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 抜けたでしょ、ほら。ほら、腰も楽になった。すごい体が、右側があったかくなってきた、ほら。呼吸が楽。はい、かい。今度左、右の肩から入れるよ。今、左から入れて右に降りたから、今度は、右から入れると左の足に降りる。いいかな？はい、入れました。左の足から抜けたでしょう、かかとから。ほーら。どうかな、奈々さん。いいよ。よいしょ。どうですか？こらさ、よいしょ、ほら。抜けた？左の足、右から入れて左に抜けた。かかとからシュー。あなたの体があったかくなってきた、ほら。呼吸が楽。すごい楽でしょう。どうですか？はいはい。下痢症アレルギーがほとんど良くなる。脂肪肝も良くなってくる。ほら。目がよく見える。ほら。ピューンと見えてきた。ほら。よく見える。ほら。下痢はもうしない。ほら。体があったかい。足があったかい。どうですか？具合はどうでしょう？はいはい。コメント入れてください。ほい。どうかな？奈々さんどうですか？はい、この五行の流れ正常になりました、あなたは。多分これで大丈夫でしょう。ね。足冷やさないようにしてください。それで奈々さんも同じくすっきりしました。よかったね。マウスがあるでしょう。黒黒。何でもいい黒なら、それを白、花紙でいいからもう使ったんじゃないのね。はい。こうやってこする。はい。体中が楽になる。ほら。よかったね、奈々さん。これでもう病気しないよ、あなたは。ほら。こうやってこするこする。はい。なかったら、ほら、こんな布でもいいや。黒い布をこする。ギャンギャンこする。体があったかい、ほら。奈々さんどうかな？ポッカポッカ、ポッカポカしてしょら。足があったかい。はい。そういうことです。ご苦労様。はい、おしまい。よっ。はい、終わり。どうかな？ぴゃっ。綺麗に良くなった。気持ちも楽ちん。どうですか？はい。いいよ。し。し。いいよ。はい、ももさん、こんにちは。はい、はい。あ、腰の調子、あ、よかったね。ももさんかな、MOMO さんか。そうだね。はい、冷やしちゃダメですよ。足を冷やさないようにしてくださいね。で、黒のマウスを白の花紙でこすってくださいね。それだけで大丈夫だからね。心配なくこする。はい。皆さん、黒のマウスを白の花紙でこする。これだけ、これを毎日やってら病気にならない。ほら。
ゴリゴリこする、はい、いいですね、頑張ってやりましょう、ほい、わかりました、ももさん、大丈夫だからね、あなたも黒のマウスを白の手袋して、マウス光沢出るハムニャ、マウスが光り出す、その通りいいよ、光って光って光りまくるマウスちゃん、いいよ、ペペンペペンペンペンって、はい、いいですよ、よ、どうした、よ、マウスをこすれ、マウスこすり大会、こちょ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 って、ナナさん、どうですか、黒のマウスを白の花紙でこすると、あなたはもう病気が戻るこれから毎日黒のマウスを白の花紙でこすってください、そうするとあなたの病気は起きません、はい、ご苦労様、バイバーイ。